よドリームハウス。おはようございます。今朝の調子は？素敵な朝ね。魔法でいっぱいの一日にしましょう。太陽が降り注ぎ光輝く虹の階段降りてご機嫌。ほらワクワクするでしょ。夢が叶うところ頭の中にあるものイメージして始まるニューデイ。毎日がベースデイ。願いを込めて呼びかけてハロディームハウス。ララララララ、何でも叶う、それがディームハウス。ララララララ、魔法のお家。やりたいことお願い。了解バービー。わあすごい、おいしい。こんなことできるの？新しいスマートホームのアプリで何でもできるのよ。何でも？ハロードリームハウス。はいチェルシー、明日のパーティーの準備を手伝って。ええー、もちろんお手伝いします。待って、そのパーティーって何のためのパーティー？明日って何かあったかしら？誕生日だよ。明日は私の誕生日だ。イエーイ。本当？そうだっけ？それって来週の間違いじゃない？明日よ。ドリームハウス、ねえ、そうでしょ？カレンダーでは明日がチェルシーの誕生日です。明日は私の誕生日だ。イエーイ。明日は、待って、お姉ちゃん何か企んでる？一体何のことかしら。見当もつかない。お姉ちゃんは何も企んでなんかないわ。だってほら、私助かったわ。ハロードリームハウス、誰が来たのか教えて。ブルックリン、テレサ、ルネ。よし、隠れましょう。なんでみんなから隠れるの？いいから見ててごらん。おかしいわね。あ、バービーがうちに来てって言ってたんだよね。でしょ？うん、カレンダーにも入れてる。はあ、パジャマパーティーよ。あれ？
群れで飛んでる蝶々って万華鏡みたい。ああ、本当に綺麗ね。だけどこれ一体どうなってるの？いらっしゃい。うわあ！ちょっとすごい顔見せてあげたいくらいよ。こんなだった。わあ！びっくりしたじゃない。まったくもう。もう捕まえちゃうぞ。危ない。来てくれてありがとう。もちろん。それでさっきの蝶々はどこに消えたの？っていうかどこから現れたわけ？全部ドリームハウスの魔法よ。うわ捕まえるぞ。ドリームハウス、チェスボードを出して。チェルシーは気づいてない？みんなが来た本当の理由は明日のサプライズパーティーを最高にするための準備ってこと？大丈夫、チェルシーはちっとも気づいてない。ただのお泊まり会に来たんだと完全に思ってる。で、どう？今のところのプランは？そうね、キャロットケーキは外せないでしょ。あと飾り付けも考えてた。でも何か足りないの。それが何かわからないんだけど。なら一緒に考えましょう。待ちなさい。あの子、こんなに足早かった？ハロードリームハウス、滑り台を。あ、プールもね。このスマートホームのアプリってなかなかじゃない？なかなかだって。ハロードリームハウス、上まで運んで。うそ、なにこれ。寝る時間よ。あっ待てよ、まだ寝たくない、もっと遊ぼう。チェルシー、先に歯磨きを終わらせて。バスルームでね。まだ寝たくないの。私まだ寝たくない、とっても楽しいんだもん。だけどクタクタじゃない。ほら、それに早く寝れば寝るほど早く迎えられるよ、誕生日を。はあ、そうだね、疲れちゃったかも。はあ、でも寝る前にお話ししない？いい考え。どんなお話がいい？なんだろう。じゃあ作りましょう、みんなで。楽しそう。いいね、やろう。じゃあ最初はチェルシーから。オッケー。あるところに二人のマーメイドが。ドリームハウスにもお話を手伝ってもらおうよ。ハロードリームハウス。任せてバービー。二人はペットを飼っていました。ウミガメね。やっぱりタコ2頭。正確に言うとタコの数え方は2匹なのよ。本当？そうだったっけ？ええ、そうなの。わかった、タコさん2匹。これも違うかも。イルカはどう？いいね。
マーメイドたちは波間を泳ぎ、サンゴ礁を探検したり、新しい生き物を見つけたりするのが好きでした。うぅ、それからこれ、ダンスパーティーも。そう、バレエダンスパーティー。私、マーメイドはバレエが大好き。たくさん練習が必要だけど、とっても上手に踊れるんだよ。そんなある日、踊りに夢中の二人はすぐ後ろに海のドラゴンがいることに気づかなかったのです。海のドラゴン、首にパールをつけてる。海のドラゴンは驚かしてごめんと謝って、マーメイドをティーパーティーに招待しました。マーメイドは海のドラゴンと紅茶を飲んで、とっても仲良しになりましたとさ。おしまい。最高のお話だったよ。独創的ね。楽しくて魔法みたい。ありがとう。寝る時間よ。わかった。おやすみチェルシー。おやすみなさい。眠ったわ。やっとね。じゃあサプライズパーティーの計画を立てましょう。これまでにないほど最高の誕生日にしてあげたいな。ものすごく特別なバースデーよ。もはやバースデーと呼べないくらいのね。じゃあなんて呼ぶの？ドリームデーはどう？チェルシーのドリームデー。それいい。で、もう内容は考えた？やりたいことのリストは作ったんだ。でも何か足りないのよ。全体をまとめる何かが。テーマがいるね。誕生日、いやドリームデーにはテーマが大事。それよ。じゃあみんなでテーマを考えましょう。何か合うわ。お話し中失礼。そろそろお休みの時間ですよ。あ、そうね。さっきのお話、バレエパーティーが出てきた。バレエをテーマにしたら喜ぶんじゃない？ハロードリームハウス。ハローバービー。さあみんな、歯を磨こう。パジャマ着て、寝る前のルーティン顔洗って、すっきりしたら寝る前の準備は完璧よ。ナイトランプつけて、素敵な夢を見ようよ。さあベッドに座って、一緒に歌おう。リラックスして、イエイイエイイエイ、みんなで踊ろう、イエイイエイイエイ、みんなで休み前に、イエイイエイイエイ、歌おうよ、踊ろう、一緒に。おさあ寝る前のバレエタイム。さあ寝る前のバレエタイム。眠くなってきちゃった。ドリームタイム。チェルシーも私も知りたがりで想像力豊か。さっきのお話も、ティーパーティーをしながら素敵な会話をするのはどうかしら。え、ちょっと待って、さっきのお話は全部海が舞台だったじゃないの。プールを改造してビーチパーティーを開くのはどうかな。どっちもいい考え。ペットのイルカも必要ね。あの子動物大好きだもの。あー、かわいい。どんな夢でも大丈夫、そうドリームハウスが叶えてくれる。素敵。イメージして、何でも寝る前の準備は完璧よ。
それでどのテーマがいいと思う？どれも良さそうで決められない。あー、よし、全部やりましょう。あとで誕生…ほらほら、ご両親を待たせちゃダメよ。今日もサッカーの練習頑張ってね。分かってるけど…あとでね、大好きよ。でも…楽しんで、いってらっしゃい。じゃあねー。じゃあ、バイバイ。よし、それじゃあ早速始めましょう。ブルックリンはリビング担当。オッケー。テレサはダイニングルーム。ルネは…私は外のプールに魔法をかけてくるわ。さすがルネ。じゃあよろしく。ハロードリームハウス、早速始めましょう。ハローバービー、何をしましょう？この部屋をバレエスタジオに変身させたいの。おお、バッチリ。鏡もいるわ。この窓をね。お、素敵。あ、気に入ってよかった。あとは衣装ね。完璧。ハロードリームハウス、ティーセットを。わかりました。わあ、そうそう、次はテーブルの上に野菜サンドとカップケーキとフルーツタルトを並べてくれる？はい、お待ちを。素晴らしいわ。ハロードリームハウス、プールに浮き輪を何個か浮かべられるかな？完璧。じゃ、次はパラソルとテーブルをあっちに置いて、それとそこにビーチチェアを並べてね。すごい。あ、あとバレーボールのネットを向こうに。うん、ありがとうドリームハウス、楽しくなってきた。ハロードリームハウス、子犬をたくさん出して。了解バービー。あと子猫もお願い。どうもありがとう。どういたしまして。まだドリームデーの特別感がないわね。ハロードリームハウス、聞こえる？何でしょうバービー。ウサギも出せる？もちろんです。あ、思いついた。バービー、この子たちをもっとカラフルに変えられるかな。ああ、バッチリ。ルネ、ルネに呼ばれたのなので失礼。ええ、ありがとう。よし、みんなのパーティーの様子を見に行こう。うわ、完璧よね。でしょ。ええ、でもこういうのはミラーボールとライトショー。ああ、ハロードリームハウス、やってみて。いいわね、どんどん魔法をかけて。どんな感じ？順調。今チェルシーと話すトピックを考えてるの。まずはじめに星空と宇宙の壮大さについて語り合う？それとも素晴らしいカビの世界？いや違うわね。もちろんテーマはこれよ。ハロードリームハウス、ラマとアルパカはどこが同じでどこが違う？アルパカの体重は平均68キロですが、ラマは180キロになることも。どちらも身の危険を感じるとよく似た声を出します。こんな鳴き声です。なるほど、ありがとう、すごく勉強になったわ。ねえバービーはどう思う？ラマについて？ティーパーティーよ。ああ、素晴らしいわ。けど目玉が必要ね。ドリームハウス、特大のケーキをここに出してくれる？もっと、もっと。バッチリね。いい飾り付けでしょ？ええ、ほんと。でももっとよくできそう。
ハロードリームハウス、ヤシの木を足して。任せてバービー。素敵。それにウォータースライダー。はあ、はい、はい、バービー、もちろん喜んで。これ本当すっごく最高。マリブ、一旦ストップした方がいいんじゃない？ダメ、チェルシーが帰ってきちゃう。夢いっぱいの誕生日に。ハロードリームハウス、キリンとシマウマを出して。ライオンも。ライオン？やっぱりライオンはキャンセル。ドリームハウス、大きい動物はなしね。危ないもの。オーケー、ドリームハウス、取り掛かりましょう。了解バービー、ベストを尽くします。ハロードリームハウス、見せてよユニコーン。ピンクのヤシの木、ティータイムの妖精たちも。はいバービー、何でもどうぞ。叶えてドリームハウス、フラミンゴはどう？イルカもお願い。虹色に輝く波に乗って、パープルの子犬、ブルーのウサギ、天井に星空。少しお時間ください。マーメイドになるの、スポットライト浴びる。了解、願いを叶えて。オーケー、やりましょう。想像したものが形になるとき、夢いっぱいの素敵なドリームデイ、夢を叶えよ、力合わせて。ひらめきが大事、アイデア出し合って、夢いっぱいの素敵なドリームデイ、夢を叶えよ、力合わせて。ハロードリームハウス、お願い、ふわふわの友達欲しいな。かわいい子猫に子犬も。了解バービー、やってみます。叶えてドリームハウス、ミラーボールに DJ もお願い、ライトつけて、歌声聞かせて。くるくる回るスカート、渦巻きのクリーム、とびきりのケーキ、すべて用意します。空飛ぶレモンにティーカップ。了解、願いを叶えて。頑張ります。想像したものが形になるとき、夢いっぱいの素敵なドリームデイ、夢を叶えよ、力合わせて。ひらめきが大事、アイデア出し合って、夢いっぱいの素敵なドリームデイ、夢を叶えよ、力合わせて。 OK ドリームハウス、最後に一つだけ。わかりました。とびきりワクワクするもの。なんでしょうバービー。そうね、こういうのはどうかしら。大きくてふわふわしたパープルのドラゴン、頭にお花のティアラ。想像したものが形になるとき、夢いっぱいの素敵なドリームデイ、夢を叶えよ、力合わせて。ひらめきが大事、アイデア出し合って、夢いっぱいの素敵なドリームデイ、夢を叶えよ、力合わせて。バービー、すみません、問題発生。私、エラーが起きたみたいです。これプールの水になってる。ローズヒップピーチティーは。テレサ、ローズヒップピーチティーはこれかも。嘘。ドリームハウス、つい夢中になって無理させちゃった。マリブ、あなただけのせいじゃない。うん、私もやりすぎって気づくべきだった。ハローバーグ、こんにちは。了解、わかりました。あらら、
アプリがすっかり故障しちゃったみたい。ハローバン。準備が台無しよ。チェルシーがもう帰ってくるのに。慌てないで。そうひどくはないから。やっぱりかなりまずいかも。でも大丈夫よ。おばあちゃんがいつも言うの。何事もシンプルが一番って。シンプルに考えましょう。でも完璧なパーティーがいい。ああ、シンプルじゃ嫌。けどこれはもっとダメ。完璧じゃなくて特別にしたいんでしょ。シンプルでも特別になる。良かれと思ってやったけど、派手なパーティーを4つもっていうのはちょっとやりすぎだった。そうね、誰のためのものか忘れかけてた。チェルシーよ、思い出に残るパーティーが1つあればいい。その通り。それにドリームデーの準備はまだ間に合うわ。みんなでやろう。別々のテーマはやめて、一つのビーチバレーティーパーティーでお祝いよ。動物も一緒に。ええ、私たちならできる。力を合わせましょう。ええ、任せて。故障を直してお掃除ね。Let's go Dream Team さあ、クリーンタイム。みんなで一緒にきれいにしましょう。Let's go Dream Team さあ、クリーンタイム。みんなで一緒にきれいにしましょうね。きっとできるわ。ちょっと失敗しちゃった時も、あなたがそばにいてくれる。いつもありがとう。うまくいかない日もあるけど。そうね、私たちならできる。一緒にやろう。元の場所に戻そう。片付け楽しもう。一緒にやろう。ほうきで吐いてゴミ捨てて、ほらピカピカ。あっという間。Let's go Dream Team さあ、クリーンタイム。みんなで一緒にきれいにしましょう。Let's go Dream Team さあ、クリーンタイム。みんなで一緒にきれいにしましょうね。最高の友達よ。来て。計画立て直そう。力を合わせて叶えよう。素敵なドリームデイ、特別な日。想像力働かせ、アイデア整理して、私たちならできる。一緒にやろう。元の場所に戻そう。片付け楽しもう。一緒にやろう。ほうきで吐いてゴミ捨てて、ほらピカピカ。完璧ね。Let's goバウバウビー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 ビ気づくべきだった。みんなすごく反省してるの。私たちいろんなアイデアを盛り込みたくて一気に頼みすぎちゃったのよ。どうもありがとう。その気持ちが嬉しい。あのね、どうかな、もう一度パーティーを用意できそう？今度はみんなで力を合わせてやろうと思う。あなたもやってみます。バービー、よかった。でも一つ約束して。何でしょう？無理かもって思ったら知らせてほしいのよ。私たちも今度はお願いしすぎないように気をつける。ああ、ありがとうバービー。困った時はちゃんと伝えます。始めよう。チェルシーが帰ってきちゃう。じゃあこうしましょう。
お姉ちゃん、みんなどこ？私ね。ごめんね、チェルシー。実はその誕生日パーティーを台無しにしちゃって。ああ。訳を話すからこっちに来て。サプライズ！バービーは誕生日を完璧にしたいあまりドリームハウスを壊しかけたのよ。チェルシーのことを思ってね。バースデーと似てるけど、もっと特別な日。みんなどうもありがとう。嬉しいな。あなたもね、ドリームハウス。ああ、どういたしまして、チェルシー。家には至る所にプロジェクターがあるの。その光と電磁波による映像で立体的なものの幻影を作り出せるってわけ。めっちゃおいしい。もう少しで取れそうだった。バレーシューズなのに。ああ、しまった。履き替えてからもう一回しよう。かわいい。すごい。こらこら、もうわかったってば。わかった。私、ワンちゃんにこんなにキスされたの初めて。私も。ありがとう。とっても楽しかった。でも一番大事なのはみんなと一緒に過ごせたことだよ。あのね、私すごく焦ってたの。完璧な日にしなきゃって。でも結局全然完璧じゃなかった。チェルシー行ったらサンドイッチを食べ過ぎて転んでよだれまみれになったし。でも全部楽しかった。だから完璧じゃなくたっていいってことだよね。楽しい気持ちが大事よね。ハプニングがあっても特別な思い出になる。プレゼントあげよう。すっごくかわいい。ありがとう。
だあるのよ。ハロードリームハウス、羽を動かして。その羽、本当に動くのよ。私、飛べるの？家の中でだけね。外では動かないの。わあ！電気を暗くして。もちろんです、バービー。どうやってろうそくを消すの？羽で飛べばいいじゃない。ああ、そっか。ねえ、その前に歌わなきゃ。いいの？なんで美味しいの？